はいどうもボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もお酒飲んでみたシリーズやっていこうと思います。今回で201回目でございます。本日いただきますのはキリンから出ております氷結ストロング、えー、グレープフルーツブラッドオレンジでございます。こちらのがアルコール9%果汁1.2%となっております、えー。氷結のシリーズからまた新しい期間限定のものが出ました。今回はストロングですね。 はい、グレープフルーツブラッドオレンジということで、えー、新しく出ましたやっぱり柑橘系冬ということで出ているんでしょうか、まあ、あのグレープフルーツは確か3.7%ぐらいでストロングはあるのでだいたい果汁的には3分の1かなというところですかね、まあ、ブラッドオレンジはないので氷結には、はい、オレンジとかみかんもあったような気がしましたけども、まあ、この辺がどう作用するのかというところですねはい。 まあ、とりあえず飲んで、えー、確かめたいと思います。はい、ワンハンド開きましたんでいただいてみます。ああ、またこれも失敗かな。あの、前回のあの、本絞りですか。あれの時の、あの、柑橘ブレンドとかでも言ったんですけども、これぶつかってるのかな。あの、 入りはブラッドオレンジの感じで出るときはグレープフルーツなんですけど全体的に弱いですねあのそのフルーツ感というのがそういうのがでなおかつ、えー、アルコールがきすぎちゃってますねちょっとお酒としてバランスが悪すぎますねこれははいちょっとアルコールが強すぎるからちょっといつもの氷結よりはちょっと態度が悪いですね うんこれだったら普通にグレープフルーツだけ飲むとかそういう方がいいのかもしれませんまた次回お会いしましょうご視聴ありがとうございますチャンネル登録、高評価、低評価、コメントなどよろしくお願いいたしますまた次回の動画でお会いしましょう